2322便でございます。皆様お急ぎのところ出発が遅れましたことをお詫びいたします。私は客室を担当いたします畑野でございます。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で機内の非常用設備についてご案内いたします。 Attentional passengers, may we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft.In your seat pocket. まずシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は左右のベルトについている留め金を差し込み腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す場合はレバーを上げながら留め金を離してください。ついての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。
お出しください。揺れましても飛行には影響ありませんのでご安心ください。なお、ご気分の悪いお客様はシートポケットにございます読み手札をお使いください。また、皆様の頭上に空調の吹き出し口がございます。回して風を調節できますのでどうぞご利用ください。
西空港伊丹に着陸いたしました。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。ベルト棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。また降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、お座席周りをお確かめください。今日もバンダールドアライアンスメンバー日本エアコミューターをご利用くださいましてありがとうございました。目的地までお気をつけてお出かけください。ターミナルまでバスでご案内いたします。降りになる際はご自身の身を守るためソーシャルディスタンシングを保ちつつゆっくりと降りくださいますようお願いいたします。SDGs 達成に向けた取り組みの一環として二酸化炭素の排出量を削減に貢献するため到着後に窓の日よけを閉めております。ご協力くださるお客様は飛行機を降りになる際にお近くの日よけをお閉めくださいますようお願いいたします。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお閉めください。お席をお立ちになる際は、頭上にお気をつけください。